こんにちは、デリッシュキッチンです。ブリのネギ塩だれかけを作ります。ネギ2分の1本はみじん切りにします。ブリ2切れはキッチンペーパーで水気を拭き取り、塩小さじ4分の1と胡椒少々を両面に振りましょう。サラダ油小さじ1をフライパンで中火で熱し、ブリを並べ入れて焼き色がつくまで両面に2、3分ずつ焼いて火を通します。ボウルにネギを入れて、白いりごま小さじ2分の1、塩小さじ3分の1、レモン汁大さじ1、ごま油大さじ1を入れて混ぜ、ネギ塩だれを作ります。器に盛り、ネギ塩だれをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。